横崎直です。前回は獣耳と尻尾を作りましたが、今回は洋服を作っていきたいと思います。僕の今までの前の講座ではですね、洋服の中身を消してアバターを軽くしたり貫通を防止したりしていたんですけれども、今回は中身の体を残したまま洋服を作っていきたいと思います。で、今回の目玉商品はフリルですね。フリルは、1個ずつ作っていくとですね、本当にめんどくさいんですけれども、今回はモディファイヤーを使って簡単に作れる方法を紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。おー、それではですね、洋服を作っていきたいと思います。洋服ですね。髪の毛もできましたね。はい。そしたら、ちょっと邪魔なところは H キーで消しておきます。うん、非表示にしておきます。体をですね、選択しまして、洋服がある部分を全部選択していきます。例えば、ここですね。こっから下があればワイシャツが作れそうですね。というところを選択してコントロール E のシームをマーク。袖もですね、この辺まであればできるかな。真ん中ですね、ちょうど肘の真ん中ぐらいまで。僕の場合はね、この場合はですけどね、シームをマークと。下はまあ適当でいいですね。このくらい、まあここまで。ドゥクシと。こんな感じで選択しましたら、はい、こんな感じでシームをマークしましたら、面選択モードで L キーでここをピッと選択してあげますね。そしたらこれを Shift D で複製します。そしたら、右クリックもしくはエスケープでキャンセルしてあげますね。この状態のまま P キーを押します。P キーを押して選択というのをすると、これ別のオブジェクトに変えることができるんですね。はい。これをもう一回選択し直して、編集モードに入ります。そうすると、これだけにできます。そしたら、これをですね、Alt S で厚さをこう変えてあげます。洋服のね、厚さを。つけます。ちょっとでいいですね、洋服の厚さは。あんまり大きくしすぎると形が崩れるとか、動いた時にちょっと貫通がひどくなったりしますんで、ちょっとだけにしておきましょう。といってもね、まあこの辺とかはいろいろ今からこうやってね、形を変えていくんですけれども、洋服の形を作っていきますよ。体にね、ピチッとしている部分に関しては特にいじる必要はないですね。そのまんまピチッとさせていて大丈夫です。で、裾とかもね、こうありますけど、これも、E キーで伸ばして、S キーで広げてとかってね、こうやって作っていきます。こことかもね、一回プロポーショナル編集を切って SZ0 を押してからこうやってあげると、とっても楽に揃えることができますんで、お試しください。裾の部分はこんな感じで、あとは適当にこう増やしながらですね、形を整えていきます。
じゃあ洋服のここだけ、追加して、この面をオルト選択でぐるっと一周選択しまして、選択というところからチェッカー選択解除というのをしてあげると、こう一個ずつ飛ばし飛ばしで選択できるんですね。で、そこからさらにE キーで伸ばすんですが、面のところから個々の面で押し出しというのをしてあげると、ピニョーンとこう一個ずつね伸ばせるんですね。ピョーンと。で、この袖方向に向いているこの面は消してしまいます。面を削除と、押し出して面を削除したら、コントロール R、 ループカットをここに1本入れておくといいかな。で、あとはこの端っこ部分を元のところにM キーでマージしていきます。あとはこれをスムーズスムーズと、ああいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、とてもいい感じです。はい、なんかフリルっぽい感じのね、ひらひらはこうやって作りましたね。ここはちょっといいキーで出しておきますかね。ちょこっとちょこっと出しとこう。次は襟を作るんですけれども、襟が伸びてるそうな手前の部分っていうんですかね首をまずこう作んないといけないですね。あ、これここのこの辺でいいか。ぴょっぴょっとこうね、切ってあげます。カットします。ここも横から見た方がいいかな。ぐさっとぐさっとこうカットしちゃいます。で、今カットした部分をシームをマーク、この部分はいらないので、面を削除とします。で、こっからですね、 E キーで伸ばしていきますね。 E キーで伸ばすんですが、真ん中がくっついてしまっているので、クリッピングを一旦解除して、真ん中をこうピッて離してあげてから、もう一回クリッピングをつけますね。ここはどうしよう、くっつけちゃっていいかな。はい、そしたらね、これが襟になっていきますので、これを調整していってください。こうやってね、襟作るぞっていうところにこうやってやります。はい、やりました、やりました。前から見たところもこうやって、移動させていきます。そしたら、襟の出ている部分をもう一回選択しまして、 E キーで伸ばします。 S キーで広げます。で、上の部分を少し作りたいかな。上の部分、立体感を出したいからね。立体感を出すために少し上の部分をこう残しておいて、SY、 こんな感じか、こんな感じか、こんな感じかな。あとは一個ずつ調整していきますか。ここを選択したら、あとは下にグッと下げてあげれば、襟ができるんじゃないですかね。はい、
そしたら今度ネクタイですかね。ネクタイがですね、別パーツで作っちゃってもいいんですけど、そうするとね、後からめんどくさいので、この、ワイシャツ、服にね、服からこうちょっと盛り上がらせるだけで作っていきたいと思います。そしたらですね、この部分、今作ったこの部分をですね、選択してもらって、めんどくさいなっていう人はいいキーで伸ばしちゃって、こうやって作っちゃってください。なんですけど、そうするとですね、この首からね、内側から見たときに、その、へこんでるっていうか、そのネクタイが見えてしまうので、それが嫌だなっていう人は、E キーで伸ばすんじゃなくて、シフト D で、こうやって複製してあげてください。で、Alt S。ちょっと Alt S で、膨らませてからですね。から、E キーで伸ばすんですけど、これですかね。ちょっと翻訳されてないですけど、ノーマルスって書いてあるのが、方線方向への押し出しって感じですね。普通にEキーで伸ばそうとすると、ピャーっとこう、同じ方向に行っちゃうんですけど、このノーマルスっていうのを選ぶと、方線方向、面の向いている方向に伸ばしてくれるんですね。ただ、こういうちょっとくしゃっとしたところは、それが効き、なんていうんですかね、うまくいかないので、それは自分でこうやって調整してあげます。これはもう、ここ、E キーで伸ばして、さらにここも、さらに E キーで伸ばして、こうちっちゃくすれば、もういい感じじゃないですか。はい。これをさらにこっから伸ばしていきますよ。ウィーンと伸ばして、で、またEキーで伸ばして、こう、ここにポンと。で、ネクタイといえば、真ん中に、あれ？もしかしてこれは内側に面があるんじゃないですか？ああ、ダメですね、これは。これですね、クリッピングじゃない、ミラーをつけているときに真ん中に面が発生してしまうと、これは、表示がおかしくなってしまうので、真ん中の面は必ず消してください。真ん中の面は絶対に消してくださいね。どっから面が出てきちゃったんだろうな。はい、OK。ネクタイ OK。さあ、これで中に着てるやつはこんな感じでいいですかね。次は外に着ているものを作っていきたいと思います。そしたら、もう一回同じ作業をしないといけないですかね。面選択モードで L キー、Shift D で複製したらキャンセルして P キーを押して選択と。で、今選択したものをもう一回、編集モードに入りまして Alt S。Alt S で太くするんですけど、その前にあれですね。洋服どれだ？これか。下に Y シャツ
あ、シャツ、ワイシャツではない、なんか着てる下のものを出してから、オルト S でこう見てった方が分かりやすいですね。うん。なんで、こんぐらいですかね。残りは手動で手動で調整したいと思います。はい。で、どっからいるんだっていう話になるんですけど、ケーキで、こっからですね、ぐさっぐさっぐさっ、一応下絵的にはこう書いてあるんですけど、これこの山っておそらくこのおっぱいの山のことなんだと思うんですよね。なんでなんで、ぐさーぐさー、ここかな、うん、あ、適当にこの頂点経由していこうかな。こうやってこれでいいんじゃないですかね。で、この辺をこう通って、いいんじゃないですか。うん。あとは、このぐさっとしたやつをこうやって選択して、シームをマークしたら、うん。いらないところを消しまーす。デリート。はい、はい、と。こんな感じになりましたね。あとは手動で調整が入ります。手動調整です。この辺をグワッと、この辺もグワッと、はい。で、横から見た時にこの横線がありますね。横線が、この横線を整えたいですね。S、Z、O で、まあ、ある程度ラインを整えたら、この下いらないですね。いらない下、一番下いらないんで消しちゃいます。で、この辺も調整と。スカートは、スカート、いい気で伸ばす。おい。ここまで来ましたね。それではですね、フリルを作っていきたいと思います。今回の、アバターにはですね、モデルにはこのスカートの下側と お腹の部分、真ん中にフリルがついているんですけれども、簡単な作り方をご紹介していきたいと思います。まずはですね、オブジェクトモードに戻ってもらいまして、 Shift C を押します。 3D カーソルを原点に移動させましたら、追加メッシュプレーンを出します。いつもと同じですね。で、編集モードに入ってもらって、A キーで全選択しましたら、 R、X、-90 と押します。
今からこのフリルの一房を作っていきたいですね。マイナス90にするのはですね、これから使うものこっち側が表面になるからですね。後ろ側が表面になるので、マイナス90で回転させました。そしたらコントロール R で真ん中に線をループカットで入れてもらって左側消します。そうしましたらモディファイヤーを追加からミラーをつけます。はい、そのまんまモディファイヤーを追加で配列というのを選択してください。そうするとですね、右側にどん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 とこう出るんですね。この数っていうのがありますが、これを3、4、5とやればどんどん増えていきます。はい、そしたらとりあえずその下のマージというところにチェックを入れて、で距離 0.01 だとちょっと大きすぎるので 0.0001 とか適当に小さくしておいてください。はい、で、あとはここのプレーンをですね、平面をいじっていきたいと思います。コントロール R でループカットを3本入れてあげます。はい、そしたらこの真ん中の辺ですね、真ん中の辺を GY で前に出します。こっちが表なのでこっちが膨らむような感じで、反対は GY でこう反対向きに出してあげます。こんな感じですね、ギザ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 と。はい、そしたら真ん中にループカット横線を1本入れまして、これを適当にこういう形にしてあげます。あとは頂点選択モードでですね、適当にお好みの形になるようにこんな感じですね、こうオメガみたいな形になるようにしてあげるといいかな。うん、この辺もこう形を整えるような感じで、ちっちゃいスカートがいっぱいあるみたいな感じですかね。うん、はい、注意点ですけれども、この真ん中この配列モディファイヤーで増やした時にですね、この真ん中の部分を動かしてしまうとこういう風になってしまうので、この端っこは動かさないように気をつけてください。それ以外の部分だったらいくらでも動かしちゃって、大丈夫です。あ、クリッピングつけるのを忘れていました。はい、真ん中はクリッピングでくっつけておいてください。こんな感じですかね。あ、GY だけでね、 GY で移動させないとね。もっと細かくしたいよって人はね、コントロール R でこうやって、追加してあげて作ってください。そうしましたら適当にですね、この数をポポポポッと増やしておいて、さらにここにモディファイヤーを追加で、カーブ、変形のところにカーブというのがあります。これを使います。カーブのモディファイヤーを追加しましたら、今はとりあえずこれは置いといてですね、オブジェクトモードに戻ってで、これちょっと大きすぎるんで S キーで小さくしてあげましょう。小さくします。うん、まあだいたいこのここにくっつけるのと同じぐらいの大きさにしとけばまあいいかな今のところは。そしたらですね、服の方を選択して編集モードに入ります。今くっつけたい部分、スカートの裾の部分なので、裾の部分をぐるっと選択してあげます。編選択モードでオルト選択してあげるといいですかね。ぐるっと一周選択します。そしたら、シフト D を押してあげます。はい、シフト D を押すと複製することができますね、この辺を、辺を複製したら、右クリックかエスケープでキャンセルしてもらって、 P キーを押して選択で別オブジェクトにします。オブジェクトモードに戻ってもらって、先ほど分離したものがクロスに001という名前でここに出てきました。まあ、もちろんここをクリックしても選択できます。アマチュアが先に出てきちゃった。モディファイヤーのですね、ミラーがついたままかと思います。洋服を作るのにミラーを使ったかと思いますが、このミラーを一旦消しておいてください。はい、そうすると片っぽだけになったものがありますね。これを
選択した状態でオブジェクトから変換、メッシュテキストからカーブというのを押してあげます。そうするとですね、今メッシュだったこの線がですねカーブに変換されました。そしたら先ほどのフリルのパーツですね、これに入れたモディファイヤーのところにカーブオブテンテテンとあると思うんですけど、ここで今出したカーブをですね選択してあげます。そうするとこんな感じで、スカートの裾のカーブに対してペッとこうくっついてくれるんですね。ただこのままだとちょっと調整しづらいので、カーブを選択してもらってですね、緑色のカーブのマークがここにあります。はい、この中のストレッチというところと境界固定というのを押してあげます。ここの2つチェックを入れるとですね、このカーブの端っこ揃えてくれるっていうのと、あとはですね、こうストレッチっていうのはこういうことですね、長さに合わせてストレッチしてくれるんですね、ピョーンと。はい、そしたらまずはこの数合わせていき、大きさが気に入らないっていう人はこう S キーでこう小さくしたりしてね、でこの数が気に入らないっていう人はモディファイヤーの配列モディファイヤーの数をパパパパパと増やしてあげると、こんな感じでね調整できますんで、これぐらいの数がいいなという風にしたら S キーでこう大きさを調整してあげて、で位置がおかしいなっていう時にはですね、高さの位置は GZ でいくらでも変えられますね。はい、高さはまあだいたいちょっとめり込むぐらいにしといてください。こんな感じで、円の中心外側っていうのは GY を押してあげると、こんな感じで動かすことができます。ちょっと内側に入るような感じにしておいてください。もうちょっと内側でもいいかな。まあそこはデザインに合わせてやってみてください。で角度がおかしいなって思った時にはですね、カーブの方を選択していただいて、編集モードで A で全選択したらコントロール T ですね、これで、回すことができますんで、ぐるりと回ります。はい、そうしたらオブジェクトモードに戻ってですね、このフリル、スカートだけじゃなくて別のとこでも使いたいなっていう人はですね、ここシフト D で複製しておいてください。はい、複製しました。そしたらですね、このプレーンフリルですね、フリルのモディファイヤーを上から順番に適用していきます。まずミラーですね、ミラーのチェックを適用、そしたら、配列モディファイヤーの適用で、カーブの適用でしてあげると、編集モード入ってもらえば分かりますけれども、これをいじることができるようになっています。はい、で、これもちょうど真ん中でプチッと切れていますんで、編集モード、オブジェクトモードでこのフリルを選択して、洋服を選択、シフト選択してコントロール J でくっつけてあげます。そうすると反対側にも出ますね。はい、編集モードに入ってもらって、真ん中ちょっとずれてしまっているんで、クリッピングをつけて、ここ一旦 G キーでちょろっと動かしてあげるとですね、真ん中がピタッとくっつきますんで、ピタッとくっつけておいてください。この後ろ側もですね、真ん中がちょっとくっついていないのでピタッとくっつけてあげてください。はい、クリッピングをつけて、そしたらこのフリルですね、宙に浮いてる状態だとちょっとね、隙間から見えてしまうのでくっつけたいと思います。あとで選択するのがめんどくさいんで、オルト選択でこの上の部分ですね、上の部分をオルト選択、オルト選択したらですね、コントロール E でシーンもマークしておきましょう。こっちのスカートの方も一緒ですね、スカートの方もこれはなんスカートの方もここをコントロール E でシーンをマークしておきます。はい、そしたら、シフトオルト選択でこのスカートの裾とフリルの上側の辺をですね全部選択して、F キーを押します。そうするとこの間が面を張ることができるんですね。その状態でコントロール T を押してあげると三角面にしてくれるんですね。ワイヤーフレーム表示で見てみるとこんな感じで、はい、
ちょっと辺の本数がね、明らかにスカートとこのフリルとで、辺の数が違うんですが、これでやってあげると綺麗にくっつけることができます。はい、辺の表裏がしっかり合っているかどうか確認しておいてください。ここで面の向きというのを押してあげると見れます。はい、さあそしたらですね、そしたら、次は僕はここ体の真ん中にも、フリルをつけていきたいので、辺選択モードでフリルのあるところまで選択しまして、 Shift D P キーを押して選択と、ミラーを消してあげますとね、カーブにしてなかった、カーブにして、これのカーブをポッと、向きがおかしいですね、コントロール T ぐるっと回してあげます。ストレッチと境界固定、はい、数が多すぎるんで少なくしますと、位置がおかしいので、GY で位置を合わせますと、 GZ で GZGY で位置を合わせます。位置が合いましたと、上の部分、この上の部分だけ、おっぱいの形に合わせて回転を加えてあげたい。はい、いいんじゃないでしょうか、こんな感じで。さあ次は、じゃあ、ちょっと寄り道して、この腕輪があるんですけど、腕輪は簡単ですね、シフト C を押して真ん中にしたら、追加メッシュ、トーラスというのを出してあげます。これでもう腕輪が完成ですねこれで終わりです。このセグメント、大セグメント、小セグメントってあるんで、これをですね、まあ自分のアバターのクオリティに合わせて、数を増やしたり減らしたりしてください、まあ20もあれば相当細かい方だと思いますよ、僕はね、小セグメントはまあ8とかかな、輪っかのものってだいたい8とか、ハイクオリティなので8とかだよね、まあサイズにもよると思うけど、とりあえずこれで、こいつをですね、こうやってこうやってこうやって、腕にやるんですけど、どっちかに傾けた方がなんかいい感じがしますね。まあ普通に考えればこうなるんだろうな、こう、はいはいで、この輪っかの太さ変えたいなと思ったらですね、Alt-S で、輪っかの太さ変えられますんで、お好きな太さにしてあげてください。靴作っていきますよ。靴ですね、靴を作りたいんですけれども足の指作っちゃったんでちょっと大変かな。靴を作るときにはこの足の形を使っていきますね。編集モードに入って、足をですねコピーして使いたいと思います。あ、この辺ちょっと1個足しとくか、なんかあると嫌だからね ここから全部、選択しまして、ピーキーじゃないですね、シフト D で複製します。複製したら、P キーを押して選択というのを押します。そうすると、ここだけ別パーツにすることができますので、これを編集モードに入って、Alt-S、これ洋服と一緒ですね。洋服と一緒、作り方洋服と一緒で、こんな風になります。で、まあ、靴にはくるぶしはないので、くるぶしは消してしまいたいんですね。こう真ん中くっつけちゃうとかで、なんとかなるかな。こうやって。まあ、ちょっとご利用し感があるけど、これでくるぶしを消しましたということにしましょうか。まあ、靴には指もないわけなので、ここもですね、ここから先を消していきたいと思いますが、ちょっとめんどくさいですね。ここまでこうぐるっと
くるっと選択してデリート、うん、あとは LLL あ全部くっついてるですね L キーでデリートと、うん、まあ、これを元にですね靴を作っていきます。こうやってねピョン、あと真ん中はこうピュッてピュッてやるか、あもっとね四角くしたい人は上下ピッピッピッって やるけどちょっと一個足りないからこうちょっと足したりとかしてね、こうしてこうしてこうとかかなこんな感じで、足の先を作ります。足の先をこうやって作ります。あとはもうひたすら靴の形に整えていくだけですかね。靴の形に整えて、例えばかかとを作りますって言えばここをこうやって E キーで伸ばして、うん、E キーで伸ばして SZ0 とかねこんな感じで作っていけばいいんじゃないでしょうか。こうやって SY0 とかってねこうやって靴っぽく形を整えていきます。ただ今回僕の場合はですねハイヒールなので、またちょっと違う感じでやっていきたいかなと思います。うん、普通に靴を作る人はこんな感じで作っていけば楽ちんに作れるんじゃないかなと思いますね。はい、ハイヒール、僕はハイヒール、今回ハイヒールなのでまず足の形を変えないといけないですね。グイッグイッとこう足をここまで選択しちゃって芯を巻く、これをですねグイッと足先の方をグイッとしゃあないんでグイッと、よしよしこれでいいですかね。で、もし足の先がとんがっている靴を履くんであればこの指もですねある程度内側に寄せておかないと靴からはみ出てしまいます。で、この時にカーブをこのシャープ、スムーズになってるんですけどシャープっていうのにしてあげるとですね、こっからこうこういう風な形でプロポーショナル編集を効かせることができます。普通の靴を作る時と同じようにやっていきたいんですが、上のベルトの部分がねあるんでこれをちょっと簡単に作りたいんで足の形変えちゃいます。足の形を変えてしまいますはいと SZ0 と、ウィンと、これで簡単に作れますね。調整したんでこれをまたね、靴作った、さっき説明したのと同じような感じでですね、シームも切っときますか。これを選択してシフト D で P キーで選択、オブジェクトモードから、もう一回この靴の部分だけを選択しまして、Alt S で幅をつけると。はい、そうしたら、そうしたら、いらない部分をですね切っていきましょう。うん、ケーキでここ、ここからぐさっとこの辺までいらないと、この辺までいらなくて、今度はこっから、まあ適当ですけどね、ずっとこんな感じですかね。シャキッと、ん？こう来て滑らかに上がっていきたいかな。ここはもっと下げる、ここはもう少し上げてもいいかな。こんな感じですかね。で、後ろは反対側も同じような形で作っていきますが、反対側邪魔なんで、
邪魔なんで、とりあえずその体と、あとはこのミラーの表情を消していきますね。で、編集していきましょう。そしたら分かりやすいように、シームをつけておきましょうか。目印代わりにシームをマークと、はい、こうなりました。ここも輪っか作るんで、シームをマークしておきましょうかね。そしたらいらないところは消しちゃいます。ボンと先端部分もですね、さっきと同じで消してしまいます。面を削除、 L キーで削除と。はい、そしたらもういいかな。ミラーも表示して、体も表示してこういう靴みたいだね、うん、で、先端部分を作っていきましょう。ブーンと、うん、で先端はさっき作った通り、こことここをシフト選択の F キー FF ってやるんだけど、下側がちょっと足りないから、適当にここに1個追加して、1本線を引いたら真ん中に2本線引いて、あとは、FFFFFFFという感じですかね。はいはい、スムーズスムーズ、はい、スムーズこんな感じですかね。先にかかとの形も作っちゃおうかな。かかとの、こっからかな、この辺から、もう一個先からでいいですかね。こうぐるっと選択しちゃって、E キーで伸ばし、SZ0 で S キーで小さくして、ここにピッと、ピッとしておきます。はい。こんな感じ。あとは形を整えていきます。輪っかにして、これがこう入っている風にしたいんですよね。輪っかにして入っている風にしたいんですけど、めんどくさいので、めんどくさいのでシフト D でこう増やしたら
いいキーで伸ばして、これで終わりにします。これをね、ピュッとこう伸ばして、うん。どうだ？これを選択したら、コントロール B で全部こう、細かくしてあげると、こんな感じになりますね。ふさふさがありますね。これも作るのがめんどくさいですね。これも作るのがめんどくさい。ここを選択して、シフト D で、で、S キーで小さくして、うん、これを使っていこうかな。またね、フリルと同じ作り方をしてもいいんですけど、これぐらいであれば、自分で作っちゃった方がいいかな。で、このふさふさが思ったよりもちょっと下絵が小さく描いてしまったんですよね。もっと大きい方が可愛いんじゃないかということで、こんぐらいふさふささせたいと思います。うん。あ、で、ここはあれですね。真ん中に輪っかがあるんで、ここは消しておきます。うん。ああ、こうする前に、あ、いいんだね。これは輪っかの中から出ているということにしたいので、輪っかからはみ出さないようにこうして、で、上でやったこの袖のところと同じ方法で作っていきたいと思います。うん。ここを選択したら、チェッカー解除。まあ、いっか。うん。で、個々の面で押し出し、面から個々の面で押し出し、ぐーっと、ちょっと大きめに押し出しておいて、ループカット。そしたら、この頂点を元に戻していくと。上側の面を消します。で、これも全部含めてスムーズをちょこっとかけてあげるといいんじゃないかな。うん。はい。ここベルトにしたいと思います。はい。簡単なベルトの作り方紹介していきたいと思います。テイク2。はい。ここをですね、Eキーで伸ばします。Eキーで伸ばします。ある程度ですね、どれぐらいの太さのものにしたいかというのはあると思うんで、ある程度伸ばしたら、ここをですね、Gキーを2回押して内側にピッとやってあげます。そしたら、ループカットを1回真ん中に挟みまして、ここからですね、このベルトの余った部分がピョンと出てくるというような感じにしていきます。うん。こんな感じでね。はい。で、リングというか、その金具の部分をね、ここに作っていきたいと思います。ここから、こう、ピッピッと、ここに、2本、ケーキでカットを入れます。はい。そしたら、この縦線、いらないので、ここを、辺を溶解ですね。まあ、あったままでも作ることはできます。そしたら、ここぐるっと選択してあげてですね、E キーを押してキャンセルから S キーで大きくします。これが金具になりますね。はい。で、あとは、ここの残った部分で、山を作ってあげましょう。山。グッとこうしちゃうか。ここにも線引いてあげても分かりやすいかな、この方が。はい。そしたら適当なところを選択して追加キューブというのを出します。はい。S キーで縮めます。
SX で伸ばします。これをこの足のところに持ってきますね。わー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 わわ、どこにいるんですか君は。ずいぶん遠いところにいましたね。はい、これをここにですねガシャゴーンとつけてあげます。あ、この時にですね、内側の方の面を削除、あとはこっちの中に入っちゃって見えない方の面も削除してあげると後で楽になりますね。色を塗るのがね、はい、でここに、まあ、角度とかも合わせてねあげるといいかな。あ、その前にちょっともうちょっと横幅を増やしたいんで、SZピョーンとこんな感じでここにセットしてあげましょう。はい、あとはお好みでここのここをですね丸くしてあげるといい感じになるんじゃないでしょうか。あー疲れた。ということで終わりにしたいんですけれども、一個忘れていますね。そう、大事な大事なおパンツでございます。おパンツ、パンツの指定がないんですね今回ね。パンツの指定がないということで、ハレンチなパンツを作っていきたいと思います。さあ、洋服作った時と一緒ですね。編集モードに、入りまして、足の部分めんどくさいんで全部選択しちゃおうかな。ちょっと足りないなこれ、パンツがパンツが足りない、パンツが足りない。お尻の上ぐらいまで欲しいですね。うん、芯も巻く。下はまあ適当に選択しやすいところで、芯も巻く。面選択モードで L キーで選択して、 P キーじゃない、 Shift D で複製してから P キーで選択と。はい、これでパンツを作っていきます。スパッツの人はですね、これをこうやったらおしまいですね。はい、スパッツ完成と。僕がよくやりがちな失敗がですね、結構パンツって、まあ、おへその下ぐらいまで履いてるよねとか言って、こっからピーっていう線を引いてしまうとですね、なんかふんどしを履いてるみたいになっちゃうんですね。なんかこうふんどしチックになってしまうんで、これはですね NG。 パンツを作るときにはもっと下の方から、下の方、本当にハレンチなパンツを履いているこの辺やりすぎかな、この辺はちょっとやりすぎかな。まあだいたい足の付け根ぐらいで終わってるような、それも毛見えるんじゃねえかっていうような位置でケーキでカットをしてあげます。で、そのまま上にケーキを持っていきまして、あとは横から見た方がいいですね。横から見てこっからお尻の上ぐらいを目指してケーキをでカットしていきます。お尻の上ぐらい、まあお尻の、ちょうど付け根ぐらいのところでいいですかね。ピッとこう横向きにカットしてあげます。で、後ろから見たときはまっすぐ横にズサッと、こんな感じで、カットしていくといいんじゃないでしょうかね。はい、わかりやすいようにシームをつけてみましょう。完全に目印としてシームをマークしています。こんな感じで適当に形を修正するんですけど、元になっている部分をこうやって動かしちゃうとですね、足がはみ出てしまったりするので、元になっているところを修正しちゃうことになるであれば、別のところにこうやって、ケーキでカットしてあげた方がいいですかね。こうやって修正しましょう。芯を巻くとこんな感じ。上のいらない部分はデリート、面を削除しますね。次は下の部分はこのお股を全部覆うような形の部分からグイッとグイッと上げていって、まあ、形にもよりますね。ここでこうグッとやってから、さらにここの下にですね線を1本引いて、そういう
うん、こういう形のパンツにする人もいるし、めんどくさいなと思ったらそのまんま、こうなだらかにつなげていっても OK ですね。ここからこうやって、ちょっと細すぎるかなこのパンツはね。でこうここまで来たら今度はお尻のね真ん中ぐらいを通って下に向かっていきます。お尻の真ん中ぐらいをこうやって通って下に向かっていきますが、これはラインを作るのが大変ですね。こっちから行った方がいいかな。こっちからこの辺からぐんぐんぐんと、あ、ちょうどこの斜めのラインが最初は使えますね。ぐっぐっぐっと、あ、こんなもんじゃないか、こんなもんじゃないか。これでこれちょっと線を引いてみましょうか。ズン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 と、ここまで来てここです。シームをコントロール E でシームをマーク、はい、こういう形になりましたが、こっからもう少し下向きに下向きに、うん、一体何をやっているんだって気分になりますけどね、パンツを作っているんです。今パンツを作っています。どうですかね、パンツ後ろから見た時の形が微妙ですかね。まあパンツはそんな見えるもんじゃないんで、中身が見えなければあといいんじゃないでしょうか。僕はパンツ作るのがあんまり得意ではありません。さあですね、この内側のへこんでいる部分はこんなにパンツ食い込んでたら気持ち悪いのでパンツなんでね、ね、真ん中の割れ目とかもね、この辺をこうなくしていきます、なくしていきます。せっかく作ったものをこうなくすというね。でクリッピングついた状態で作業するとですね、あんまり近いところはくっついちゃうんですよね。頂点がくっついちゃうんですね。もうすでにくっついていますね。パンツを、オルト S で伸ばした時点で、お尻の真ん中ら辺の頂点はくっついちゃっていますので、離してあげましょう。どうでしょうか、パンツっぽくなりましたね。パンツっぽく、パンツです。はい、パンツ。あとはなんか、ワンポイントつけたい人はここに何かつけてもいいんじゃないですか。はい、ということで洋服と、まあ、靴アクセサリーなどなど、すべて完成したかなと思います。どうでしょうか、皆さんできましたか。こんな感じになります。じゃあこんな感じでいいかな、できるね、あとね、はいはい、ということで洋服できましたでしょうか。基本的にはね、体から複製したものをこう膨らませたりカットしたりしてですね、作っていきます。で体の元のトポロジー、ポリゴンの流れをですね大きく変えてしまうと、この辺とかこの辺とかいろんなところがですね、体が洋服から貫通してしまうことになりますので、洋服を細かくしたら体の方も細かくしてあげると貫通が減っていきますので、そういう風にしていきましょう。そしてスカートですけれども、揺らしたり動きのある部分っていうのはですね、二重構造になっていると
貫通を防ぐことが非常に難しいので、このスカートの裾についてるフリルはですね、あんまり上の方まで伸ばさずに先っちょの方だけで、くっつけるようにしておきましょう。その方がいいと思います。みんなそうしてると思います。はい、それではですね、今回も視聴者の皆様を応援するべく、僕の過去のモデリング講座を見てアバターを作成した方にゲストとして来てもらいました。今回のゲストはこの方です。皆様、お初にお目にかかります、前のみみまと申します。よろしくお願いいたします。私、小崎さんの動画は、ブレンダー 2.79 時代の時からお世話になっております。なので、モデリング歴はだいたい3年程度になります。そして今回、VKET5 にて、今私が来ています、小石ちゃんのアバターを、ブースにて販売させていただいております。本当にここまで来れたのは小崎さんのおかげだと思っております。本当にありがとうございます。いえいえ、どういたしましていや、ここまで作れるようになったのは、まあ自分が頑張ったからだっていうことです。皆さんも頑張ればこれぐらい、作れるようになりますよ。さて、今回は洋服を作りましたけれども、洋服を作るときに難しかったところありますか？はい、今回服のデザインということなんですけど、自分が作ってて一番難しかったなと思うところは、やっぱり服のシワを出す感じが難しかったですね。メッシュをモコモコしたり、まあ、テクスチャで実際描いてみようと思ったんですけど、なかなかうまいことならなかったので、まあ、そこが一番苦戦したかなってところでした。はい。うん。シワ、この今のアバターはシワは、はい、作ってない。ほぼないですね。ほぼないですね。うん、はい、はい、じゃ自分なりにはちょっと少し描いてみたんですけど、やっぱりちょっと、なんか自分の納得できる出来ではないですね、まだ。洋服のシワはですね、うん、僕は割と描いているんですけども、これはほとんどテクスチャーで、色を塗ってるだけで、まあ、ちょこっとね、そのテクスチャーを描いてから、その影になっているところの上の部分をちょっと盛り上がらせたりとかしてる程度ですね。で、最初のうちはちょっとね、シワとか作るの大変だと思うんで、なくても全然大丈夫だし、このね、今回の動画で作ったメモリアちゃんもほぼシワなしという感じですね。なので、まあ、最初のうちはそんなに気にしないで作っていって、まあ、慣れてきたらシワをね、作っていったらいいと思います。シワを作るにはですね、のテクスチャーを描いたり、実際にポリゴンをこうモコモコさせたり、あとはまあね、ノーマルマップを使うっていうのもあるんですけど、そういうのはちょっと最初のうち難しいので、ね、慣れてきてからやりましょう。はい、そしたらですね、今のアバターのチャームポイントを教えてください。はい、自分のアバターのチャームポイントなんですけど、実は自分のアバターの、頭のリボンに、ダイナミックボーンを入れておりまして、まあ、そのダイナミックボーンの表現を、まあ、ぴょこぴょこ、そうですね、サラサラというか、なんか可愛らしい感じになるように調整してみました。はい。まあ、実際に揺れてみると、いい感じになってるんじゃないかなと思うんですけど。揺れてますなぁ。ぴょこぴょこ。ぴょこぴょこ、ふわふわ。ふわふわ。かわいいですねー。それでは。画面の前の皆様に一言お願いします。はい、皆さん、今回、服のデザイン作りということだったんですけど、僕は、まあ、女性もののスカートとかの構造が分からなくて、 Amazon で、購入を何とか、試みました。まあその時にですね、自分の後輩に実はアマゾンの履歴を見られてしまいまして、まあすごい
いい趣味を持ってるんじゃないかと勘違いされてしまった過去があるので、皆さんも、はい、アマゾンの購入履歴には気をつけましょう。はい。力強いな。それ何、実際には買ってないの？いやちょっと躊躇してしまいまして、ちょっと僕の勇気が足りなかったんですよ。見ただけか。うん、そうなんですよ。だからでも買えばもっといいレベルアップにつながるんじゃないかなと。はい、いやもう買いますかね、はい、うん、みんな構造のわからないものは女物の洋服であろうと実際に買うんだ。いいか、買って、で、ま、なんならちょっと着てみたらいいと思います。はい、それでは、みぬまさんありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。うん、次回は目と口の中の作成です。今更目と口と思うかもしれませんが、目と口は非常に重要なアバターの顔を構成する上で必要な重要な部分で、ここが綺麗に作れるかどうかね、まあアバターのね印象も変わってきます。特に口の中ですね、閉じた空間で内向きのものなので、空間把握が結構大変ですね、 3D なので。うん、まあでもここまで作った人はね、もうだいぶ慣れてきてると思いますので、多少難しくても大丈夫じゃないかな。はい、ということで今回はこの辺でお別れです。データの保存をお忘れなく。また次回の動画でお会いしましょう。バイニャー、バイニャー。あれこれフェードアウトの時間だからあ、ごめんなさい。